刻みの入りで、刻みの入りが一番大事この場面。刻みの入りから相手が下がった時にワンステップでそのままワンツー。これも一緒な、後ろ足を強く踏み込んでるからそのまま要は寄せてきた足を利用して送り出す。そのままこう体を運んで、ここになるんだな。この時大事なのは1本目ポンと入った、2本目寄せてきた、この足寄せてきてるから送り出せるわけな。で足の外側、膝にガッツポーズによって体を安定させるわけな、安定させるわけな。そうです。つなげるわけな、安定するから、安定する。それを悪い順番でやると1、2、どんどんこうなってしまうと、さっき言った間できるから裏回し合わせる、間作ってしまうから合わせる。だからどっちがいいかわかるな、早くて隙間ない方がいいな。つなげる、一緒や、体の運び方一緒や、体の運び方全く一緒。先言ったように、先でフェイントからのフェリー、フェイントからの上中とか、基本的に入り方一緒で、出し方変わったら出すワード変わってるだけや。出し方一緒や、今の1本目が浅かったために、あとは、あえて周りの外から、周りの外から長く出すために、ワンツーで入ってくるな。こっちで決めるか、右で決めるか、位置で捨てといて、捨て剣にして。それはもう出し方の工夫や。でも、先ほど言った体の運び方一緒や。そう注意して、ワンツー。よし、よし、よし。